今回は左右のイラストで異なる箇所が3つある難しい間違い探しです。制限時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してみてください。それでは早速始めましょう。1問目です。あったかグッズのイラストです。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目はこの線が増えていました。二つ目はここの湯気のイラストが消えていました。そして三つ目は手袋の色が変わっていました。気づきましたか？二問目です。悩み事たくさんのイラストです。それでは3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目はお墓の高さが高くなっていました。二つ目はお札が一枚なくなっていました。そして三つ目は汗のイラストが大きくなっていました。人生に悩み事はつきものですね。3箇所見つけることができましたか？3問目です。十人十色のイラストです。3箇所の間違いを探してください。
答え合わせです。まず一つ目は、この男性がメガネをかけていました。二つ目は、ここのボタンが一つなくなっていました。そして三つ目は、犬と猫が入れ替わっていました。これは意外とわからなかったかもしれませんね。皆さんは犬派か猫派、どちらですか？4問目です。働く人のイラストです。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、ここのポケットの位置が変わっていました。二つ目は、男性の髪型が変わっていました。そして三つ目は、この男性のシャツが黄色くなっていました。これは難しかったでしょうか？5問目です。仲良し家族のイラストです。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。一つ目は、お母さんの口が開いていました。二つ目は、女の子のウィンクしている目が反対になっていました。そして三つ目は、お父さんの髪型が反転していました。見つけられましたか？おまけ問題です。
メロンのパンケーキの写真です。3箇所の間違いを探してください。タイムアップです。この問題の答えはクイズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、答えをチェックしてみてくださいね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？3箇所を90秒で全部探し当てるのは難しいですよね。他の動画の問題にも挑戦してみてください。コメントや高評価をお待ちしていますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。